吐息じゃ。予想はしていたが、やはりこういうやつもいたか。襲ってくるなら倒すだけよ。たとえドラゴンだったとしてもね。するな。もし魔物が襲ってきても、さっきみたいに俺たちが助けるさ。わかった。僕、頑張るよ。上出来だな。二人とも闇雲に戦ってはならんぞ。強敵に挑むには、まず弱点を見極めるのだ。ドラゴンの弱点は頭と尻尾じゃ。よく狙って攻撃を叩き込め。サクサクに揺らさなければ。みんな今こそ勝ちどきを。ちょっと待って、あれ何？これはもしや魔物の扉。魔物の大軍がやってくるぞ。もうろたえるでない。さあこれを受け取るのじゃ。よし、それこそが気合の砲撃よ。気合の砲撃？なんだ、体の奥から力がみなぎってくるさ。灼熱火炎山。
よし、完璧だな。ないで、あんたも素直に喜んだら？いや、喜ぶのはまだ早い。そうなの？俺の完璧な読みによれば、今回の勝利は一時しのぎにしかならないはずだ。ひとまず今は王都の魔物は一掃されている。だが、一時的に排除したというだけだ。外にいる魔物がいつ攻め込んでくるかわからない。さらに、魔物たちの異変が王都でのみ起きているとは考えづらい。とすれば、もうまた長いやつ、うん、つまりそれって他の町も危なくなってるかもしれないってことよね。わしもまさにそれを案じておった。つまことは一刻を争うぞ。ご安心ください。すでに完璧な作戦を用意してあります。手始めに西の森を抜けコートルダへ。そしてさすがじゃ、かの地コートルダには魔法技術の粋が集まっておる。何かしら解決の糸口が見つかるやもしれんからな。さすがリルク様、素晴らしい作戦だわ。いや、それは俺の作戦。それじゃあ早く行きましょう。バクマ行く。よーし、我が勇敢なる親衛隊たちよ、いざいざ出陣じゃ。おー